ちこんにちは。ゆだかさん、もうシーズンも終わったので、はい、さあそろそろ補強とか、まあ、そうだね、はい、でもまあシーズンオフが短いからな今年。いや、そうなんですよ。限られた期間しかないですからね。もうすぐ来年だぞ。いや、もう本当だよ。あともうすぐキャンプだから。あ、そう、自主トレでキャンプ、もたもたできないんだよ。いや、そうですよ。なのでスカウトの方たちもどういう選手を持ってこようとか、うちはいる、うちはいらないとか、チーム事情は、まあ、編成だな、そこはな。編成なんですね、うん、編成が、まあ、いろいろ動いてると思うけども、うん、まあ巨人は何かしら補強するよね、はい、やっぱ新しい血を入れるというか。それは例えば外国人が今年ダメだったじゃないですか。みんな帰っちゃったから、みんな取ったのがみんな帰っちゃったんで、こんな年もあるもんだっていう。 FA で取った人間が全く働かないというね。そうですね、あの梶谷選手も手術もしちゃったしな、はい、で井上はなんかジャンプしたら頭が、頭、そうなんですよ。お前何をしてんだって。いや本当にいろいろありましたよね。いろいろあったんだよ。ということはやっぱり巨人はどういった選手がまず欲しいなと思いますか。やっぱそうなんだよね、そう厚くしておきたいっていう、うん、まあ一つのチーム方針があるだろうね、はい、レギュラーっていうのはこれでいいっていう人間ではいるんだけど、はい、それがもしもって言った時に、まあ、危機管理で、まあ、こういう選手も取っておくと方がいいなとか、はい、自前で賄えない、うん、賄ってもいいんだけど、それじゃちょっとまだこと足りないというか、はい、まあ、そういうところはどんどん補強していくだろうね、うん、例えば内野手、外野手、あとは打てる外国人、ピッチャー、いろいろありますけれども、うんうん、中でも巨人は、だからピッチャーで言えば、はい、まあ、中継ぎにもう1枚、2枚欲しいよね、うん、それもね、できれば抑えが欲しいよね。そうちょっとやっぱ不安定だもんな。まあそうですね、うん、で野手で言えばキャッチャー大城、うん、大城もいいんだけど、なんか大事なところではやっぱ小林っていう印象もあるし、はい、キャッチャーも欲しい。何の心配も しなくていい、はい、100試合以上守れるキャッチャーが欲しい、うん、いやそしたら大城をファーストで使ってもいいんだよ。小林、お前バッティングのことだけ考えてるって、はい、で小林ともう一人のキャッチャーでっていうのもそうだし、まあ、ファーストも中田翔が復活できるのかどうかによっては、やっぱこう30発以上打てる外国人でもいいし、欲しいですね。欲しいよ、外国人欲しいですね、30発っていう。で吉川、まあ、坂本、岡本、うん、これはもうゴールでいいよね、はい、で外野も回るでしょ、はい、まあ、梶谷が復活する松原って考えると、うん、ウィラーの他にもう一人ぐらい外国人がいてもいいよね、はい、じゃあ2人ぐらい外国人はいや欲しいよね。そこでまあちょっと競争 し合いながらという、はい、まあ、そういうことであればいいかな。そうですよね、うん、抑えの投手もやっぱり日本人よりもやっぱりこう外国人で抑え、うん、欲しいですかね。まあ、菅野が抑えやるっていうんだったら別だよ、はい、日本人でいいよ、うん、でもやっぱり抑えしないでしょ、はい、きっと、まあ、外国人スワレスみたいなのが欲しいな。欲しいですよね。あ、抜群だもん、まあ、スワレスはもうね、まあ、あれですけれども、メジャーにね、はい、入るということでね。だからまあ欲しいのは欲しいよ、どこでも。巨人はなんか12球団中一番なんか欲しい、ね、欲しがるしね。欲しい、そうですね、欲しがるし、欲しがる。さあ巨人の他にあと補強したいなって思ってるチームってどこですかね。まあ、ヤクルトはなんかバランスを崩したくないと思うんだよね、うん、今の現状どこを補強するって言っても、はい、そんなないと思うんだよね、うん、それと若手も出てきてるしね、はい、その若手の目をつまないためにも現状でいいかなっていう、うん、ただ中継ぎはちょっと欲しいよね、はい、もうちょっと、うん、まあ、先発は育ってきてるしさ、はい、中継ぎがあと 1,2 枚いてくれるといいよね。今だと今のいや酷使してるからさ、はい、あと 1,2 枚いてくれたらいいかなって思うよね。横浜、横浜、はい、DeNA はまずね、選手を変えなきゃいかんと思うよ俺は。お、大胆にやっぱりね、はい、足が遅すぎる、うん、前からおっしゃってましたもんね、うん、でもそれ意識で変わるけど、はい、ちょっとやっぱり足が欲しいな、うんうんうん、じゃ足が使える選手で、ま、などこか守りつける、もちろんもちろんね、選手ってことですよね。で足が速い選手もいるんだけど、その使い方を教えてやらないとね、
いやいや、苦しいね。だから補強はね、足の速い選手っていうのは補強したいよね。はい、ああ、もうスペシャリスト2人ぐらい欲しいよ。うんうん、どっかから持ってきてね。いやいや、本当にもう何が何でも一点もぎ取ってくるみたいな。はい。そういうことが欲しいよね。だから DeNA に関してその打てるとかピッチャーというよりもその足を使える選手をどうにか、まあ、育てるとか、まあそうだね、あと中継ぎもいないな。あ、そうか。やっぱ安崎が戻ったと思ったら戻りきれないし、はい、で三島ももうちょっと疲れちゃってるしね、はい、まあ、来年になったらわからないけども、うん、だけどやっぱこう抑えのできるようなピッチャーも欲しいし、はい、まあ、中継ぎも1、2枚欲しいよね。あ、やっぱそっか、DeNA も欲しい。まあ、先発はね、ある程度故障を上げたとか、はい、いろいろこう戻ってきたら先発は揃うと思うんだよ、うん、だけどやっぱ中継ぎはね、ちょっとね心配どころなんで、ね、ちょっと心配どころだね、うん、まあ、小園を取ったし、はい、だから先発で早く使ってほしいなと思うしね。ああ、そうですね、まあ、そういう楽しみはあるにしても、うん、あそこは足のある選手を補強したいな。そうなんです、うん、阪神です。まあ、西川でも取って、はい、教えてもらえるよ、高齢あの日本ハムね。そうそうそう、はい、でもレギュラーになれるだけの西川が、はい、DeNA ではバッティングがね、あ、 DeNA のバッティングはやっぱりいいバッターが多い、はい、じゃあまたそれまた難しいですね。そこを押しのけてまで入るっていうことは。阪神はね、飽和状態だったんだよね、はい、だから居すぎて使えないという。そうでしたね。だからそのロハスジュニア取ったから使わなきゃいけないみたいな、使っちゃったらなんかおかしくなっちゃって。そうですよね。そうでしょ、はい、だからそういう意味では一旦補強はいいかなと思うよね。ただそのスアレス投手がいなくなるっていうので、どう、そこは、まあ、だからその、まあ、今年1年アルカンタラが中継ぎでちょっとやったけど、はい、まあ、アルカンタラもこう力があるからね、ボールに、うん、キャンプからずっとやらせて抑えっていうことは、うん、あり得るよね。あ、じゃあアルカンタラ投手を後ろにできないピッチャーではないけども、うん、今年の経験したことが来年生かせるかどうか、うん、まあ、そこがちょっと問題だけども、はい、俺はできると思うよね。うん、ということは阪神はそれほど別に助っ人というか補強は別にいらないかな。まあ、いらないと思うけどな、俺は。楽しみな選手も多いしね。そうですよね、まだまだいますからね、サンズとか、うん、マルテとか残ってくれるんでしょ。おそらくそうですよね、残りますよね、うん、いや、そしたらそんなにいらないかなと思うよね、うんうん、ロハスジュニアもいるわけでしょ。はい、そうですね、もうこれ以上外国人とっても、まあ、いらないと思うよね。ここですもんね。広島です。広島いらない。いらない、あれ、でも抜ける選手ももちろん、もうね、広島はね、はい、例えば外国人とったら、うん、打者で言えば100打席とか見なきゃわからないっていう、うん、そういうなんか決まりみたいなのがあるらしいんだよ。そうなんですか。まあ、ある人に聞くとね、はい、100打席待てないようなやつがいる。いる。そんなやつを取ってきても100打席待つ必要はない、うん、もうそれだったら俺日本人でものすごく楽しみな選手がいっぱいいるもん、はい、広島には。あ、うんうん、でコンバートしても使いたいっていうような選手もいっぱいいるもん、うん、お、まあ、坂倉なんていうのはキャッチャーからファーストにコンバートされてみたいな、うん、まあ、でも相澤の関係ではキャッチャーもかぶりみたいな、はい、もうそんなんじゃなくて中途半端にしないで、うん、もうコンバートしちゃった方がいいような、うん、あの選手もたくさんいるしね、はい、だからそういう意味では補強なんかしないより自前で戦えるよ、あそこは。あ、そうなんですね、うん、で、あの笹岡監督が今年、はい、ものすごく若手にチャンスも与えたしね、はい、その力量っていうものはある程度分かってるだろうし、うん、俺は若手にチャンスを与えてやってほしいなと思う。そうなんですね。だってさ、使えないのをさ、うん、取ってきて100打席ってもったいないじゃない。いや、ほんとそうですよね。その間使える選手使った方が、はい、いいですし、ね、うん、100打席もったいないね。そうですね、うん、あ、やっぱチームごとになんかいろいろあるんですね。そうですね、なんかあるらしいんだよね、うん、だからそういう意味では、まあ、そういうことを考えないでいいような、ただピッチャーはいるね、うん、中継ぎね、はい、で今年なんかやっぱこう中継ぎの外国人投手っていうのはもう総崩れだったじゃない、うん、やっぱ外国人のそのタフな中継ぎ陣っていうのは欲しいよね。ああ、じゃあ補強するとするとそこが欲しいかな。まあ、栗林も、はい、あのままずっと抑えで来年も行くようであれば再来年からちょっと心配だしね。
あ、壊しちゃうんじゃないか。あ、そう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 。で、やっぱ先発にちょっと戻回していきたいよね。おお、あ、そうなんと俺は思ってるけど。はい。うん、あと鈴木誠也選手のところに、例えばその太田大志選手だったりとか、うんうんうん、そういう補強はしたいかなとかっていうのは。まあまあそれもあるよね。うん、まあ右には右用というね。はい、ただその守備や走撃でもバッティングがちょっとあまりにも違いすぎるという。うん、そういうところはあるにしても、はい、やっぱ取っとくといいかもね。まあ何かの時に、うん、ただその自前の選手で、はい、まあ例えば中村翔成とか、はい、ああいう今年ね少し活躍した選手をコンバートして、うんうんうん、ねポジション与えても面白いのかなっていうことは考えるけどね。うん、でもちょっとセリーグまあざっと6球団見てきましたけど、パ・リーグではあります、このチームは補強した方がいいよとか。あ、やっぱりでも日本は欲しいよね。あ、3人そうですね。うん、だから日本は欲しくても、はい、新庄監督っていうのはやっぱ育てたいっていうふうに、またチャンスを与えたいっていうふうに俺思ってるんじゃないかなっていうような、うん、で補強しちゃうとそれを使わなきゃいけなくなるからね。はい、でそれよりはその若手にチャンスをやり競争させたいのかなっていうような、はい、そういうことはある、ね。うん、まあ楽天はねちょっと右打者補強したいな。うん、あそこ打順組むと左ばっかりだもん。右が偏る偏る、はい、佐々木朗希とか、はい、ああいうピッチャーにカモにされるよね。あ、打線を組むときに右が浅村くらいしか打てるバッターっていうのが組めないんだよね。はい、まあ右バッターで打てるバッター、まあね、なかなかいないんだけど。そうです、まあ外国人とか、まあそうだね、だからそういうのは補強したいかなと思うよね。楽天、うん、西武とかってどうですか。いいドラフトしたからいらない。いらないただね野手の外国人が欲しいわ。あ、野手の外国人。あ、はい、スパンデンバーグ、はい、メヒア、はい、ね、スパンデンバーグは残るのかもわかんないけど、メヒアはもう残らないでしょ。はい、やっぱこう欲しいよね外国人、うん、助っ人。あそこはやっぱこう動ける外国人がいいね。そうですね、うん、渋滞を起こすようだと困る。はい、うん、だからまあそういうことで言えば西武は外国人の野手、うん、が欲しいかな。うん、他のパ・リーグのチームは特に補強とか、まあ、育成とかうまくいってるし、はい、オリックスもなんか下からなんかこう突き上げみたいになっていい選手は出てきてるしね。うん、まあ、ロッテもしかりだよね。はい、そんなに補強って悩むことはないと思う。ソフトバンクも、まあ、育成がうまくいってるって言って割にはちょっと今頭打ちになってるかなっていうような感じもするけどね。あと、まあ今シーズン怪我人が多かったから、そこが戻ってくればっていうことなんですか。なんとかなりそうな感じはするけどね、あそこはね。だからまあ下で本当にチャンスを与えたいっていう選手がいるんだったら補強はしないだろうし、藤本監督が2軍でよく見てただろうしね。だからそういう選手にチャンスを与えるためには外国人いらないっていうかもわからないし、うん、だけどやっぱコアをとてもじゃないけど補えないって言えば、補強はするだろうし、ソフトバンクの場合は育成はしっかりしてるから、はい、どんな選手がいるのかっていうのがね、ただ1年間長いから、はい、そこに耐えられるだけのスタミナがあるかどうかだよね。そうですよね。いい選手は確かにいるんだよ、うん、だから息切れするんだよねソフトバンクの選手も。あ、年間通すとそう、うん、もうやらなきゃいけないというプレッシャーもあるしね。はい、うん、だからまあまあでもそこら辺はちょっと見ながら楽しみたいなと思うよね。そうですね、うん、さあね、来シーズンちょっとこの12チーム、はい、どこのチームがこう、ね、補強して、で補強が当たるのか、それとも外れるのか。まあそうだね、うん、ファンとしてはなんかそこもちょっと楽しみながら見たいなっていうのは。まあでもね、力は拮抗してるよ12チーム、うん、でヤクルトオリックスが最下位から優勝するぐらいに、はい、やっぱ拮抗してるよ、うん、何がきっかけで上に行ったり何がきっかけが悪くて下に落ちるか分からないような状態だから、はい、そうですね。まあでもね、補強はしといた方がいいよね。そうです、何かの時に、ね、それはまあ危機管理という意味ではね。そうですね、その補強がね、はい、本当パズルのピースのようにピタッとはまってくるチームがやっぱり強くなってきますので、そう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 、はい、そのあたり補強何かも注目していきたいと思います。はい。